クラウドファンディング忘れた頃にやってくるというわけで、どうもカツでございます。いやー届きましたわ。クラウドファンディングで注文してたもの、おそらくもう夏前にこれ注文してるから2、3ヶ月はかかっていると思います。というわけで本日はですね、こちらじゃじゃんと、これフィリップスの多分モバイル電源だと思う。フィリップスって言うとね、なんかあったかなー、ヒゲ剃りだわ、ガチヒゲ剃りのイメージ。あとはモニタとか、ほんと器用なメーカーだよね。これ調べてみると、オランダだっけ、アムステブルダム、あっちの方にね、あの本社がある、あのヨーロッパの企業さんでございます。では早速開封してみましょう。っていうか、まず一番の驚きはね、このファンディングにもじゃねえや、クラウドファンディングでやるんだみたいなね。決してあの小さいとこだけじゃないんだね。最近は大きな企業も、これ何のためにやるの、これ市場規模のなんかああいうのを測るためにやってるのかな。というわけでじゃじゃん、やってきましたよ。え、他にもなんか入ってる、なんだこれ。他にも今回はですね、あ、はい、こちらバッグの方も、専用のバッグもついてきておりました。サービスが細かい。まあ、というわけで早速開けてみたいなと思います。おい、っていうかこれ何台目だろう、モバイル電源。スワウキノが合計3台、あとアンカー最低でも5台はあるわ。まあ、とりあえずよいしょよいしょ。さあ、というわけで出てきていただきましょう。よいしょ、うーん、こい。さあ、やってきました。じゃ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 ーん。あ、かっこいい。なんかデザインもかっこいい。これ他にもちょっと付属品入っておりまして、まずはシガーソケットの接続のケーブルで、こちらが 100V 電源で充電するためのケーブル。まあ、ざっとこんなところでございますね。はい、まあ、というわけでこちら外観の方からちょっとチェックしていきましょう。もうなんかいいな。さあ、というわけで今回のやつはですね、この出力先のこの数の多さ、これちょっと異常ですよ。まあ、例えばね、私が普段持ってるちょっと似たようなサイズの、まあ全然違うんだけどさ、こちらアンカーのものになります。こちらアンカーになると、シガーソケット1系統に USB、 これ2系統、そして USB-C が1系統、ほんでこれが 100V の出力。まあ、合計 1,2,3,4,5 5って感じなんだけども、こちらご覧なさい。まずタイプC が1、2、そして3、4、5、6、6系とやばいでしょこれ。ほんでこれ裏の方を見ていただくとですね、ジバババババンと、はい、こちらも大変なことになっております。 100V が2系統、そしてこちら何なのかというと、はい、パフッと、これシガーソケットね、シガーライターっていうか。ほんでさらにこれ面白いのがね、さあこちらご覧なさい。もうこれ分かりますよね、これ C です。あの無接点充電だから、ケーブルが必要ないという素晴らしいものになります。まあ、とにかくちょっと動かしていきましょうか。あ、まず、このペリペリを剥がさせていただいてですね、こちらが多分表面の電源になると、あ、ピッと押すと長押しですよな。長押しします。電源、あ、ちゃんとあるわ、 71%。 あ、素晴らしい。まあ、何もしないけど 2W ぐらい、まあ、少しずつ消費していく感じだね。多分今この表示で 2W 消費してる感じかな。結構明るい、だから暗闇の中で使うと眩しいぐらいかもしれない。まあ、それが良かったり悪かったりでございます。はい、というわけで今回のこのモバイル電源、まあ、面白いのがね、やっぱりこの地位になると思います。もう今までちょっと知らないんだけどさ、いくつも持ってるんだけども、この無接点充電があるモデルなんて私持ってないんですよ。そして聞いたこともなかった。でもこのフィリップスのはね、これがついている。しかもね、2つ同時に充電できる。まあ、そんで無接点充電ってなってくると、まだあんまり、え、何それっていう方もいらっしゃるかもしれません。いや、普通はね、あのスマホの充電ってさ、こうやってもうケーブルの方刺さって、まあこんな感じで充電できる。でも今は21世紀、この有線で繋がなくても充電できる時代がやってきてるんです。ちょっとそちら動くか、やってみますか。ではでは、この時、次背面の方のやつでやるんだったっけ。長押ししてみますね。あ、なんかピーって言った。あ、そうするとなんか赤く光ったね。ちょ、置いてみましょう。で、 iPhone ちょ置いてみます。お、充電された。ほな、これももう一個、もう一個 iPhone。 お、すげえしっかりと充電されました。
ただね、この無接点充電のいまいちなポイントをまず最初挙げておきます。この無接点充電ですね、若干効率悪くなります。まあそうだよね、この無線のあれでさ、なんかうーんっていう感じでバッテリーを貯めていくからさ、なんかそこで絶対ロスが生じてしまいます。あともう一つ、この無接点充電ですね、バッテリーにはあまり良いとされておりません。理由はですね、こっちの方が熱持つのよ、結構熱持つのよ。これほかほかになって、それでバッテリーを傷めてしまうんじゃないのかなとか言われております。まあただそれはあってもすげえ便利なので、ただ置くだけだからさ、使う人はねめちゃめちゃ多い。それが、無接点充電というものでございます。で逆にまあいいところで言うと、今も言ったけども手間が少ない。あとですね、当たり前のことなんだけど、ケーブルが必要ないってのもポイントだと思います。まあいつ何時ね、まあキャンプ場行ってさ、これも持ってくとします。ただケーブル忘れました、でも大丈夫です、これケーブル必要ないから置くだけで充電できてしまうから、それもポイントだよね。あとやっぱね、今日本中何がどこで災害起こるか分かんないんですよ。そんな時にこのモバイル電源だけは持ち出せました、ただケーブル持ってないわ。そんな時にケーブル必要ないからさ、そこでの利点って結構多いと思うんだよね。ケーブルが必要ないからこの無接点充電がすげー使える。うん、ほんでちなみに、この1,2,2系統、そして他のところ系統をぐわーっと足すと、11端末充電ができるとのことでございます。いや普通そんだけ持ってねえけどな、11端末持ってねえけど。ほんでちなみに今回の、このフィリップスのモバイル電源、これ容量がですね、どんだけだ、128,000mAh ね、460W時でございます。まあ容量で言うとこのアンカーの2倍ぐらい、うん、2倍ぐらい、ただね重さも2倍ぐらいあるけどね、重量が約 5kg でございます。で私いくつもモバイル電源持ってますので、せっかくだからちょっと他のも軽く紹介だけしておこう。こちらが私が初めて買ったスワオキのモバイル電源でございます。こっちが 400W 時、だからそれ考えるとね、結構今回のフィリップスのモデルって小型化されてんのよ、これすごいよね。そして私が持ってる一番最大のやつが表こちら、G1200、 これ 10kg ぐらいあって値段も10何万と、すげえ大変なやつ。うん、でまあそれぞれね特色はもちろんあるのよ、値段とか最大ワット数とか。こっちホント無敵で1000W 使えるから電子レンジなど動かせます。ただね今回のものは 200W、 ほんで瞬間 300W ぐらいまで使えるとのことなので、まあ電子レンジ系もちろん動かせません。でもねもうちょっと簡単なものならもう動くと思いますね。アイロンあったわ。これ 45W から 230W ってなってるので、ちょっと使えるかどうかやってみます。まずはこちら裏側コンセントポッとやって、よいしょ。ほんで裏は裏の電源ですね。はい、ではついたついた。はい、こちらマックス熱いですね。あ、ほんでこちらの方に表示が出ておりまして、今現在 100W ぐらいか。あ、どんどん上がっていくワット数が。ほんでこれ明るいとか言ってたけども、しばらくするとちょっと軽く表示は見えるんだけども、裏のバックライトの点灯なくなりますね。だから暗い車の中であっても眩しいって感じることはないでしょう。はい、今こうなりました。でこれ大体の目安かな、横にね 2. 何時間なんか出てるでしょ。これもしかすると継続して使える、電源になるんだと思います。そんであれもう今、今すごい静かになったんですけども、この中に、ファンもこれ内蔵してますね。中が発熱するとファンで冷却するシステムだから、バッテリーにすごく優しいんですよ。ちなみにどうだろう、あ、すごい暖かくなってる、暖かくなってる。あ、やべ、髪の毛抜けたな。しっかり使えるようになってますね、これ。映像からじゃちょっと伝わりにくいっていうね、これ。アイロンは剪定としてよろしくなかったね。はい、そしてこちらね、他にもいろいろ面白いものがございます。まずね、この中に搭載されているバッテリーなんですけども、こちらね、パナソニック製の、充電用の電池が入っているということです。でパナソニックっていうとね、やっぱりエネループ。今回のに入ってるものは1年経って、だいたい 15% 放電、85% 残る。100% から 85%。 だからよくね、私これ充電し忘れててさ、いざ使おうってなった時にバッテリーがなくなってたりするんだよ。でもそんだけしかね放電しないんであれば、もしもの時に生きてる可能性がある。また面白いのがあって、これ今ですね、確か 70% かな、そうだね、今現在 70% あるんですけども、これが、30% 以下になってくるとちょっと荒ぶね、ピッピッピッってなって、これ 10% 以下になるとね一旦ガシャンと切れるんですが、
もしも用に。ほんでもちろんそれからポポってボタンを押せばね、継続して使うこともできるんだけども、本当にバッテリーが欲しい時、最後の最後に使い切らないようにバッテリー容量を残してくれるっていうね、ちょっとおせっかいだったり、いやでもね助かることの方が多いと思う。 10% 残ってるだけで結構いろいろできるからね、そういった機能も残っております。もちろんね、あの制限波にねちゃんとなっておりまして、まあちょっとした機械をねつなぐのにも正確でバッチリと。さあそして充電の方はですね、専用のやつでギュイって入れていただくと充電されてっかな、あ、来てますね。こんな感じでコンセントからの充電と、他にもこれ車の中の充電をね想定してるんだよね、シガーソケットからの充電もできるようになってて、あとはですねソーラーパネルを使っての充電、合計3系統でございます。ただ1個だけ欲しいなと思ったのが、このアンカーのやつってさ、これ USB-C でこの充電することができるんですよ。これすごく便利で、専用のやつを必要としない、今回のこのフィリップスのモバイル電源、この地位が対応だったりとか、あのすごい器用なやつではあるんですけども、 C での入力はねできないですよ。だから別途ね、まあ、基本的にこれでみんな充電することとなるから、これが必要となります。ほんでこれ私いくつもねモバイル電源持ってるから悪いんだけど、よくごっちゃになっちゃってね分かりづらくなるのよ。もうそれだけやだよね、これ1個別途必要っていうのがね。まあでもそれ以外はねもういいかなという感じでございます。 USB-C の充電だけあるとよかった。そんなわけでね、うちの場合だとこれアンカーのやつ使うこと結構多いです。まあ小ぶりだし、何よりも USB-C で充電できるから。ただねこのフィリップスのやついいなと思うのは、こうやってさ、まあ、充電するじゃん。ほんでこの充電してる状態でもうこれ公式にね他のやつつないでさ、充電とかあの電気使って OK となっております。これあのパススルーなんとか方式って言ってさ、普通はねこういった使い方あんまりよろしくない、あの充電しながらさ他の機器を使うっていうの。でもこれ充電してる最中にさ、あの直接なんかバッテリー返さずにこう通してくれるから、負荷がかからないから、こういう風な使い方も OK だよ、充電しながら他の機器使っても OK だよという風になっております。これはちょっと考えたよね。はい、とはね本日こんな感じで紹介したんですけども、いかがだったでしょうか。いや、かなりオールラウンドに使えてさ、ほんで扇風機なども使えるから、夏ねもし停電とかなった時にさ、扇風機ガンガン使えるから、そういった点でねかなり使い勝手がねいいモデルだと思います。容量も十分あるしね。だから唯一あのタイプ C での充電がない程度、それができない程度で、もうそれ以外もバチバチに使えるからさ、まあそういった意味でね、結構おすすめなモバイル電源かと思います。まあ価格がね、私はクラウドファンディングでちょっと安い時に買ったからさ、6万円ぐらい、今現在がねこれ販売されてるかどうかちょっと実は知らないんだけども、ちょっと調べてみてください。ほんで災害というのはね、いつどこでなるか分かんないからね、まあもしも用の備え、私も備えておこうかと思います。まあ電源関係はほんと最強に近いからさ、その他のやつこれからねいろいろ探して集めてみようかと思う。まあというわけで本日はですね、フィリップスのモバイル電源でございました。